西部方面隊集艇対戦車隊は、大分県駆郡駆駆町の駆駐屯地に駐屯する、西部方面隊直轄の普通科部隊である。96式多目的誘導弾システムを装備し、西部方面隊冷化作戦部隊では、最大の対集艇、対気候火力戦闘部隊を持つ、普通科部隊である。西部方面を名乗っているが平時は、第8師団冷化であり、 有事の際は、西部方面総管令下に直属変更を行うという特殊な部隊運用を受けている。普通科連隊の対戦車小隊、西部方面戦車隊とともに、対集艇、対気候戦闘を行うとともに、西部方面隊霊下諸部隊への火力支援を行う。前々未は、1962年に、湯布院駐屯地で編成された7 5ト、mm、ル。 無反動砲を装備する第四対戦車隊であり、1977年に第四戦車大隊と共に、クスト屯地に移住した。第四対戦車隊、当時、75mm 無反動砲、106mm 無反動砲、64式対戦車誘導弾、87式対戦車誘導弾へと最新の隊、戦車火力装備に更新を進めてきた。2002年に、 96式多目的誘導弾システムの装備を受けて、前身である第4体集径対戦車隊に一度改変している。2013年3月26日に第4師団の改変に伴い、第4体集径対戦車隊を一度廃止し、方面直轄部隊として再編した上で、編成完結を行っている。改変に伴い、連続先の指定を従来の第4師団としていた。 対を名乗るが、部隊は大体に準ずる部隊のため、指揮官は二刀陸佐である。2015年に名義を維持したまま、第8師団へと配属外を行っている。第4対戦車隊、第4対終艇対戦車隊西部方面隊、終艇対戦車隊装備車両の部隊表示は、すべて、西方隊部に第4対終艇対戦車隊西部、方面隊終艇対戦車隊。 ABCDEFGHIJ 西部方面隊、中堤対戦車隊第8師団8師団の紹介、ABC 陸上自衛隊、クス駐屯地開設記念行事陸上自衛隊クス、駐屯地の歴史クス町商工会、ABC 駐屯地の歩み陸上自衛隊、ユフイン駐屯地 AB 朝雲新聞正法隊、中堤対戦車隊が8師団の霊下に2015年5月15日、 ありがとうございます。